どうも、皆さんの味方、弁護士のビーロです。さて、今回も占い詐欺について話をしていこうと思います。テーマは、ズバリ、占い詐欺と本物のサイトの見極め方。ネット上では数多くの占いサイトがありますよね。ほとんどのサイトは安全な占いサイトだと思うんですけれども、中には悪質極まりないサイトがあるのも事実です。そして、こういう詐欺サイトは皆さんの大切なお金を騙し取ろうとしています。よくある例としては、あなたの金運を無料で鑑定といった広告を流して、無料だしちょっとやってみようかなと思った人を詐欺サイトに登録させて、やり取りを行っていくというものです。こういった知られざる恐ろしい手口については以前投稿したこちらの動画チェックしていただきたいんですが、ここで注目してほしいのは無料という言葉です。私もそうなんですけども、多くの人無料って言葉かなり心惹かれますよね。ですが、ただより高いものはないという言葉が示す通り、もしかしたら取り返しのつかないことになるかもしれません。例えば私のところに相談来た方も、いや最初は無料だったんですけれども、メッセージ送信していくうちになんかポイントが必要だって言われて、どんどん課金しているうちになんか数十万ぐらい使っちゃってました。でも私騙されてるわけじゃないんですみたいな方言うんですけども、完全に騙されてる方でした。自分は詐欺に引っかかるはずなんかないというふうに言ってらっしゃいました。この動画を見ている方もそのようにを感じていると思います。しかしながら有名で評判のいい占いサイトで、最初は無料で診断をしているんです。新規登録者限定、今だけ最大7000円分無料キャンペーン、このような歌い文句見たことありませんか？つまり健全なサイトと詐欺サイトでやってること同じなんです。なので私のところで相談に来た方も、騙されてしまった人の背景には、安全なサイトだと思い込んでいて悪質なサイトだと思いませんでしたといったものがあります。詐欺サイトも何とかして皆さんの大事なお金を騙し取ろうと頑張っていますので、手口が年々巧妙になっているのも事実です。本日の動画では、安全な占いサイト、危険な占いサイト、この境界線をご紹介していこうと思います。今後占いサイトを楽しみたいと思っている方は、安心できる占いサイト選びの参考にしてください。そして今現在占いサイトを利用している人も、この動画を最後まで見ていただいて、利用しているサイトが大丈夫なのかチェックしてみるといいでしょう。あれ、当てはまる部分少ないぞ。もしかしたら少し不安になることもあるかもしれません。自分が利用しているサイト、ちょっと怪しいかもしれない、ひょっとしたら怪しいサイト、少しでも気になることがありましたら、ぜひ弁護士 B のまでご相談いただければと思います。弁護士 B のはこれまで数多くの詐欺案件の解決お手伝いをさせていただいております。もちろんお近くにいる弁護士さんでも大丈夫です。ここで重要なのは、不安な状態を解消することです。現在無料で相談受け付けておりますので、ちょっとした悩みをと解決したい人は、この動画にある概要欄のリンクからぜひ公式 LINE を登録してください。一緒に協力して問題解決ができればと思いますので、ぜひご登録の方よろしくお願いいたします。それでは、占いの詐欺サイトと本物のサイトの見分け方について話していこうと思います。ポイント7つあります。1つ目、使用料金が明確になっていること。通常はですね、メール1通2000円、1分あたりの電話200円、こういった形で消費者さんが利用するときに明確で分かりやすい形に記載されていることが有料サイトではほとんどです。詐欺サイトはちっちゃい文字を書いたりして、なるべく分かりづらく、そしてたくさん使っていただけるように書いてあります。これはもちろん消費者さんにいくらお金を使ったか分かりにくくするためでもあるんですけども、ただ詐欺サイトでもある意味明確になっているので、このパターンだけでは判断できないこともありますので、次のポイントです。退会方法が明確で分かりやすいか否か。健全なサイトでは当然ですが、サイトからの退会方法明確に書いてあります。悪質なサイトはどうなっているか、退会方法どこにいるか分かりません。どこに書いてあるか分かっても、その後どうすれば、あれなんか、あれ結局退会できないみたいなことがたくさんあります。複雑な手順になっていたり、かなり厳しい条件になっていたりしたら、詐欺サイトかどうか疑わなければならないかなというふうに思います。詐欺サイトは解約時に高額な解約手数料を請求してきたり、違約金を請求してくる場合もありますので、そちらも注意してください。3つ目です。利用規約や特商法の表記があること。通常有料な占いサイトでは、サービス内容や利用に関する規則、そういったものがちゃんとサイトの下部に記載されていたりします。これは当然ですが、運営の悪質な行為を防止するために法が定めているものだったりしますので、通常はちゃんと書いてあるんです。しかし、占い詐欺サイト、こういったサイトは利用規約もないし、特商法も表記もないばかりか、逆に利用客に消費者に不利になる内容が記載されている場合もありますので、ぜひあんまり見ないかもしれませんが、利用規約があるかないか探してみるといいでしょう。それ以外でも、利用規約や表記に書いてある会社がコロコロ変わったり、海外の会社が運営している、こういった細かい部分でもあるんですけれども、詐欺サイトには様々な特徴があります。こちらの動画ではそういった利用規約に関することや、実際にやり取りしてみないとわからないような詐欺サイトの特徴を詳しく解説しています。今日の動画と合わせて見ることで、より詐欺サイトの実態を把握することになりますので、ぜひそちらもご覧ください。4つ目です。占い師のプロフィールが充実しているかどうか。健全なサイトでは当然ですが、本物の占い師が占ってくれています。占い師の情報、当然詳しく載っているんです。占いの方法ですや、得意な内容、占い歴、相談実績件数、口コミや話し方や結果の伝え方、趣味など、そういったことが詳しく載っているんです。逆に詐欺サイトには占い師いません。いないので、素人がマニュアルに沿った内容をただただ伝えてるだけです。占い師のプロフィールなんて存在しないんです。なので、プロフィールが載っていなかったら皆さん注意しましょう。5つ目です。鑑定の内容が変な場合があります。お伝えした通り、悪質なサイトは占い師本人が占っているのではなく、素人がマニュアル
ルに従ってただただ回答しているだけです。送信ミスのようなヒューマンエラーが起こる結果、変な回答が返ってくることもあります。例えば、前回と同じメッセージが来た。別の人宛てでメッセージが来たり、返信が全く来なかったり、長文の後にすぐまた返信が来たり、こういったタイミングで詐欺に気づいたり、うすうす感じていたんだけれども、ああ、やっぱりこれ詐欺サイトだわ、っていうふうに気づいている方、たくさんいらっしゃいます。なので、判定の内容が少しでも変と思った方は、弁護士に相談だ。6つ目です。迷惑メールが届くようになったら注意です。詐欺サイトに登録すると、その登録情報をもとに、他の悪質サイトへ勧誘するような登録メールが届いたりします。悪質サイトはですね、自分たちの顧客の情報を横流しして、株を共有したりするんです。実際に私に相談来た方でも、一回騙された方がまた騙されたみたいなパターン結構あります。なので皆さん、株にならないように注意をしてください。7つ目です。健全なサイトには、プライバシーマークが付けられていたりします。安全なサイトには、プライバシーマークというものが記載されていて、もしくは運営している会社のホームページにこのようなマークがあったりします。プライバシーマークとは、個人情報の取り扱いが適切に行われているか確認する審査に合格すると利用が認められるマークのことです。実際にマークを獲得するには、日本産業規格の ISQ15001 個人情報保護マネジメントシステム要求事項という基準に適合した個人情報保護マネジメントシステムを構築し、プライバシーマークの審査機関の審査に合格する必要があります。つまり、いろいろ言いましたが、マークがあるということは、個人情報をちゃんと適切に取り扱ってますよということなんです。こういったマークをちゃんと持っているかどうかは、一般社団法人の日本情報経済社会推進協会のサイト内にあるプライバシーマーク付与事業者検索で調べるか、ホームページ内にロゴマークがないか確認をすることでわかります。もちろんプライバシーマーク全部の業者が取得しているわけではないので、これだけで判断できるわけではないんですけれども、先ほど言った7つの事項を一つ一つチェックしていくことで、あれ4つぐらい5つぐらい当てはまってるなっていう時は注意しなければなりません。今回は安心安全な占いサイト、悪質極まりない詐欺サイトの見極め方、7つのポイントについてお話をさせていただきました。実際は他にも、占いサイトの運用年数が長い、お問い合わせが簡単にできる、充実したサポート体制、こういった部分からも確認をすることができます。ちなみに、口コミだけで判断するのはめちゃくちゃ危険です。詐欺サイトも桜取っていい口コミだけ載せているんです。悪質サイトなのに健全なサイトを装っていることが十分に考えられます。もちろん評判のいいサイトにはいい口コミが集まりますが、口コミだけで判断するのはやめた方がいいですよ。今自分が利用しているサイトが少しでも怪しいと感じてしまった人は、今すぐに公式 LINE の方に登録をしてみてください。冒頭でもお話をさせていただきましたが、弁護士はこれまで数多くの占い詐欺の返金の手伝いをさせていただきました。もし相談していただけたら、占いサイトがそもそも安全なのか、返金のためにやるべき具体的な内容、実際にあった事例、皆さんと一緒に協力して目の前の問題を解決するためのお力になれるんではないかなというふうに思います。ちょっとした悩みでも相談するだけで心が晴れるかと思いますので、ぜひお気軽に LINE の方を送っていただければと思います。ご相談お待ちしております。また今後も法律身近にというテーマで動画をアップさせていただければと思いますので、いいね、高評価、コメント、そしてチャンネル登録の方お待ちしております。コメントをいただければ動画制作の励みになりますので、ぜひコメントの方もお待ちしております。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。高評価、コメントをいただける方、いつもありがとうございます。今後も有益な情報を発信していきますので、ぜひご視聴を続けていただければと思います。それでは皆さんの味方、弁護士のピーノでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。